それではくじで順番を決めます。参加者はくじを引いてください。1番。ラッキーだね。一番たくさん自分の順番が回ってくるよ。私なんか8番。この競技くじ運で全ての勝敗がつくと思っていたの。くじ運で、いや、どうでしょう。戦う順番よりペース配分と状況判断力の方が大切なゲームですよ。いや、これはもはやゲームにならぬ。100対全て私が相手する。挑戦権は100だ。無理ですよ。一人で全滅できるようには設定されてません。構わん。え？まだまだ。今は耐えるのだ。乾燥変電ブルーメンブラスト。やばいぞ、一気に行け。カッソ、行くぞ。ペンタグラムソード。カッソ、トリニティソード。まだまだ。フォトンスライド。今だ！男の全力！フォトンスライト！フォトンスライト！
やばいぞ。え？え？フォトンスライド。信じられません。なんとたった一人で100体のモンスターを全滅させてしまった。これが7年前最強と言われていたギルドの真の力なのか。すげえ、なんだあいつ。私覚えてる、フェアリーテイル最強の女魔導士エルザ・スカーレット。やっぱすげえよ。後で俺と勝負しろ。おいおい、私感動しちゃった。私もう胸がいっぱいで。まだ優勝したわけじゃないぞ。フェアリーテイル A パンデモニウム完全制圧。全てのチームの結果が出ました。いよいよバトルパートだな。今日の対戦相手はラミアスケール、リオンのところだ。出場者は私。頑張れよウェンディ。落ち着いて戦えば大丈夫だ。はい。やつらはまだシェリアの強さを知らんようだな。グレイの驚く顔が目に浮かぶ。思いっきりやってきなさい。はい。あの、大丈夫ですか。よろしくお願いします。よろしくね。修行したんだ、頑張らなきゃ。お手並み拝見。
いぞ、一気に行け。
人奥義天の村クモン。ここからだよ、頑張って行きます。ここで時間切れ、試合終了。この勝負引き分け。よく頑張ったね、ウェンディ。両者ともに見事。シェリアもウェンディもよくやった。魔力だけで見たらシェリアの方がはるかに高いというのに。痛かった？ごめんね。いえ、そればっかりですね。楽しかったよ、ウェンディ。私も少しだけ楽しかったですね。友達になろう、ウェンディ。はい、私なんかでよければ。違うよ、友達同士の返事。友達になろう、ウェンディ。うん、シェリア。私たちの試合はこれで終わりね。他のも見てく？そうだな。お、セーバートゥースの試合が始まるぞ。フィオーレ最強。よく見ておくんだ、私たちが超えるべきギルド。相手はマーメイドヒール、女性だけのギルドだな。始める前に私たちも賭けというものをいたしませんか？申し訳ないが興味がない。敗北が恐ろしいからですか？そのような感情は持ち合わせていない。しかし賭けとは成立した以上必ず行使する趣味であるゆえ、軽はずみな余興は遠慮したいのだ。では重たくいたしましょう。命を賭けましょう。その覚悟が誠のものなれば受けて立つのが礼というもの。よかろう、参られよ。セイバートゥースの前に立ったのはあなたの運命。開け、創魚球の扉、天秤球の扉。本当、フグ大天、抜かぬ太刀の方。嘘、精霊たちが打ち消された。安い賭けをしたね。人魚は時に虎を食う。敗北。セイバートゥースの命、そなたの命は私が預かった。よい。はい、仰せの通りに。あのセイバートゥースが負けた。セイバーの女が弱かったのか、マーメイドの女が強かったのか。後者だ。奴は試合中
一度も刀を抜かなかった。手加減してるってこと？わからん。それだけならいいのだ。用事があり伺いました。セイバーが何の用だよ。ナツさん、話くらいは聞いてあげましょう。厚かましい申し出ではありますが、これを。創魚球の鍵と天秤球の鍵、この2つをルーシー様に受け取っていただきたいのです。そんな無理よ、もらえない。1日目、あなたを見た時から決めてました。大会が終わったらこの鍵をお渡ししようと。大会終わってねえじゃん。私の大会は終わりました。私の代わりにはおそらくミネルヴァ様が加わるでしょう。でもどうしてですか？それはあなたの大切な精霊ですよね。だからこそ私より優れた精霊魔導士であるルーシー様のもとに置いていただいた方が精霊たちも幸せなのです。嬉しい申し出だけど、やっぱり私には。あなたはすでに王道12門の鍵を10個も揃えています。この2つと合わせて12の鍵全てが揃うのです。世界を変える扉が開く。世界を変える扉？ただの古い言い伝えです。私にもその意味は分かりません。あなたは精霊に愛され、精霊を愛する方です。12の鍵を持って精霊と共に歩むべきです。やっぱり受け取れない。精霊魔法は絆と信頼の魔法。そんなに簡単にオーナーを変わるわけにはいかない。簡単な決意ではないのですが。え？いいえ、あなたならそう言うと思っておりました。いずれ時が来れば、おのずと12の鍵は再び揃うでしょう。またお会いできるといいですね。もったいないことしたわね。せっかく全部鍵が揃うチャンスだったのにね。昔はね、全部揃えてやるんだって思ってたけど、今はそうでもないんだ。セイバートゥースの人とはいえ、あの人も精霊をとても大切に思っている。私にはあの人と精霊の絆は切れない。ううん、切りたくないの。ルーシー、俺出てくる。え、どこへ？ちょっと言い忘れ。